今回米国のメリーランド大学というところの研究グループが、豚の心臓を人に移植するという研究を兼ねて進めていたことがありまして、結果として成功したということがありました。これがまあ世界的に今報じられたということです。こんにちは、セラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星吉孝と申します。今日は人に対して豚の心臓を移植するという米国の研究報告について動画でご紹介したいと思います。豚の心臓を、人の医療に使うというのは日本でも結構一般的に行われていまして、身近なところでは手術の、トレーニングのために豚の心臓を使うということが盛んに行われているのを知られています。その豚の心臓なんですけれども、今回は、そのようにトレーニングのようにして使うのではなくて、人の体の中に移植しまして、実際にその心臓の代わりに機能させるということを、試みたという、世界的にも画期的な、医療研究と言えると思います。これ一般的にはこれ動物の内臓を、人に移植した場合には、強烈な拒否反応が起きるので、その人の命に関わるということも考えられまして、これ実際1980年代には米国で命に関わる病気になった赤ちゃんヒヒの心臓を移植したんですけれども、その心臓が定着せずに20日間でその赤ちゃん亡くなってしまうという、そういう事故が起きたことが知られています。それから動物の臓器を移植に使うという研究は進んでいなかったのですけれども、今回米国のメリーランド大学というところの研究グループが、豚の心臓を人に移植するという研究を兼ねて進めていたことがありまして、今回57歳の男性で命に関わるような不整脈で、他に治療法もないECMOという、体外循環で酸素を交換している延命治療を受けている人に対して、その心臓の移植を、豚の心臓を使って行うということを、国の許可も受けた上で、実施するということで、結果として成功したということがありました。これが世界的に今報じられたということです。これどのようにして成功したかということなんですけれども、これいくつかその大学からプレスリリースが出ているほか、ネイチャーという科学誌でも論評が発表されていたり、あとこの米国の研究グループが2016年に豚の心臓をヒヒに移植するということを成功させているという研究発表がありまして、そういうものを参考にすることで、どのような技術が今回可能となっているのかということを知ることができます。これ結論的にはこれ豚の心臓を人の免疫に受け入れられやすいように遺伝子改変したというのが答えになります。これヒヒの研究でも同じなんですけれども、これ豚の心臓でですね、3つの遺伝子を欠損させるということで、人の免疫反応を回避できるような処理をしています。それに加えて人の免疫に受け入れられやすいように6つの遺伝子を導入することで、その免疫の反応を受けづらくなるという、そういう処理も加えています。さらにこれ心臓を移植すると成長ホルモンの影響を受けて心臓がサイズを変化させるということがあるようで、今回の豚の心臓の移植でも成長ホルモンの影響を受けづらくするような処理も行われているようです。そのような遺伝子改変の技術を使って豚の心臓を人に受け入れられるという、そういう変化を起こしているみたいで、これ2016年の研究では豚の心臓をヒヒの体の中で機能させるということに
成功していまして、まあ、今回の1月の移植でも今のところその人の中で豚の心臓が機能しているという状態が続いているようです。2016年のメリーランド大学の研究報告を見ますと、豚の心臓を皮膚に受け入れられるための処理の、まあ、どの遺伝子を改変するかというその選択についてはこれまだ改善の余地があるということが伺われます。まあ、免疫細胞が攻撃する時の目印になるような、まあ、そういうタンパク質をなくすることで免疫反応が起きづらくしていたりするわけですけれども、移植後には、まあ、いくつかの薬剤で免疫を抑え込むというようなことをすることでこの移植した臓器を定着させるということがあるようで、まあ、実際このヒヒの研究でも抗 CD40 抗体という、まあ、そういう薬剤を減量させてしまうとせっかく移植した臓器がダメになってしまうという、まあ、結果になりまして、まあ、その移植が、まあ、依然として難しいということが伺われる面もありました。まあ、これ人においても、まあ、これ豚の心臓を移植できるかどうかというのはこれ臓器移植を待つ人が多い中では期待されますけれども、まあ、技術としては依然として改善の余地があるということが言えるのだと思います。まあ、今日はその米国の研究結果を受けて、まあ、豚の心臓の人への移植について簡単にお話ししました。日々動画を上げていますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。また、皆さんの意見が参考になりますので、高評価、低評価、いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。またコメントもお寄せいただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画を継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。